タンパベイレイズのチェジマンが2塁打を追加し、2試合連続安打に成功した。チェジマンは6日米国フロリダ州セントピーターズバーグにあるトロピカーナフィールドで行われたトロントブルージェイズ戦に4番打者1塁手で先発出場し、2打数1安打24球を記録した。 二試合連続アンダーを記録したチェジマンの打率は点259から点261へ上昇した。一方、レイズはブルージェイズに64と逆転勝利を収め、2連勝に成功した。